マツダのベストセラーコンパクトデミオは2002年8月6年ぶりにフルチェンジして2代目となった。2代目ではそのスタイリングがググッとモダンに変身した。初代は実用一点張りのスクエアフォルムだったが、2代目は抑揚のあるウェッジシェイプとなっている。高速燃費や風切り音に配慮して空力も向上した。ボディの基本となるプラットフォームは親会社であるフォードのフィエスタと共通。その結果ボディサイズは全長が3925mm、全幅が1680mm、全高が1530mm となり、全長がやや拡大した。一方でホイールベースは2490mm と 100mm も延長されており、リアシートの居住性は大幅に改善。さらに背もたれはリクライニング機能を備えるダブルフォールディング式になり、フルフラット化も可能となった。リアシートを倒すとマウンテンバイクが2台すっぽり収まる点は先代譲りの美点である。エンジンは全車 DOHC 化され、91馬力の 1.3 リットル直四と113馬力の 1.5 リットル直四の2種類。ギアボックスは基本的に5速マニュアルと4速オートマチックが選択できる。サスペンションはフロントがストラット、リアがトーションビームと非常にシンプルだが、そのセッティングは素晴らしく、スポーティーさと上質さが両立したマツダらしいものだ。グレード展開もユニークだ。装備差の上下ではなく、コージー、カジュアル、スポルトというテイストで選べるようになっている。スポルトはスポーティーな内装とエアロパーツを備えた 1.5 リットル専用のグレードで、4速オートマチックがマニュアルモード付きとなる点が自慢である。